どうもすみません、武蔵野ステークス出走ェントについて喋っていきたいと思います、まあ。結構面白い穴馬なんかもいてっていうところなんですがただレモンポップ自体の評価を下げる必要もなくて、まあ、レモンポップも能力あるんだけれどももしかしたら逆転がありうる馬が何とかいるっていうような印象でいいと思いますね。でちょっとと気象的に調子を崩してる馬だとか、 あとはジョッキーがいまいちっていうような馬に関しては、まあ、ペケしてあったりだとかしてギャンブルするなら決してみるのもありっていうような感じにしてあるんですが基本的に足トブは全く人気がないのでなるべく手広く広げた方がいいと思いますし貝いのところで無印以外の馬は、まあ、本来だったら買いたいぐらいなんですけれどもでも本命打つかどうかということで迷った馬っていうのは アアシャカトブエアスピネル、レモンポップ、スマッシングハーツハヤブサなんでくんこの辺までだったかなっていうようなところですねでどの馬が逃げそうか先行したそうかなんですけれどもそうですねレモンポップもしかしたら今回逃げる可能性もあると思いますねバスラットレオンがこれがダッシュつくかどうかですね多分逃げたいとは思いますねでデュードバン逃げる可能性あると思います ですねあのー、リュートバンのムーアー騎手の場合だとあんまりその飛ばしていく感じではないと思いますんで馬が引っかかる感じだったら平均ペースハイペースとかありうるんですが基本スローに落として直線突き放すみたいな競馬が好きだと思うんでそういう競馬ですねある程度用意どんの競馬に対応しやすいような馬もしくはあのー、器,器用に。 スッとついててスッと抜けるようなそういったような立ち回りができる馬だったらある程度は対応できるかなとは思うんですが、まあ、基本的にはやっぱりゼロからある程度脚力で伸びる足がないと対応できない可能性がありますんでデ、まあ、ュードバンムーア騎士が逃げた場合だとそのパターンを想定しておいた方がいいかなと思うんですがバスラットレ,アンレオンの酒井騎手の場合だと結構早め早めっていうような感じで。 矢作厩舎ですんでパンサーラッサーの厩舎でもありますんでそういうような逃げを他の馬でもするような傾向にありますんで、まあ、ある程度ペースが流れたりだとかばらける展開もあり得るっていうふうに考えた方がいいと思いますしちょ,ちょっと展開的に真逆な感じもあるんですがただ馬群の中から立ち回れるようなアシャカトブとかこの辺の馬たちに関してはそこまで影響はしないかなと思いますのでそれでは右の方から1頭ずついきます。 フルデプスリーダーはとにかく今勢いがありますね。まあちょっとその勝負どころでずぶさ出したりだとかそういうような,なんかずぶさ出してるうちに他の馬たちに被されたり行かれちゃったりとかそういう可能性があるんでそこは心配なんですがただあの馬群の中で足を貯めるような競馬でもある程度いい競馬してきた馬ですし。 まあ東京コースだったらコーナーからペースがあんまり流れたりとかそんな感じになる可能性は低いのでまあ直線勝負スムーズに内から外への意識で乗れればですね伸びてくる可能性はあるかなと思いますし底力という意味では結構いい勝負になるんじゃないかなとは思うんですがただやっぱりそのなんというかもっと前から器用に立ち回るような馬がいたりだとかもっと切れるような馬もいたりはしますので。 そうですねハマればっていうような感じだと思いますねちょっとジョッキーの方もありますんで石風石風はまあ、このまま素質あるんですけれどもちょっと竹子後ろを急車って気難しい馬が多かったりメンタル作れないな,なんかケアに問題があると思うんですけれどもまあ、それで気象難が出てきてるんじゃないかなっていうふうに思いますねコリアあたりのレベルだったら本来だったら勝たなきゃいけない馬なんですけれども まあちょっと本気で走らなかったり調教の時から本気で走らなかったりだとかなんか操縦性がだいぶ落ちてる可能性があると思いますし、まあ、ミルコ・デ・ムールを騎手も気難しい馬自滅さすの得意なジョッキーでもありますのでまあそういった意味ではかなり不安があるかなとは思うんですがまあただこういう気難しい馬ってたまに馬群の中で揉まれ込んだりすると逆に集中力が出るとかそういうタイプもいますんでまあどのタイプの 気難しさかっていうところでもしかしたら走る可能性はあり得るとは思うんですがまあ、でも動きもいい頃ほどではないですねアシャカトブアシャカトブはですねもともと能力の高い馬なんですがちょっとここぞという時に出来が良くなかったりジョッキーが良くなかったりとかそういったような感じで重傷を勝てなかったところがあったんですがまあ、前走なんか見てたら本当に過去最高に近いぐらいの仕上がりにありましたし追い切りの動きでも引き続き唸るような出来で もう心身ともに過去最高に近い状態なんじゃないかなとは思うんですが、まあ、ただ追い切った後に調子落ちたりとか重傷ということで自陣が気張ってしまうと当日はあんまり良くないっていうことはありますのでその辺はちょっと心配ではありますね。まあ、ただあの追い切り通りの雰囲気で出走してくればですね馬分の中も大丈夫ですし足ためて直線勝負っていうような競馬もできるまでで連騎手が乗るということを考えると。 まあ結構面白いいかなと思いますね。あのーまあ、もちろんそのレモンポップとか他の馬もいい馬がいていいポジションからいい競馬されちゃったらアシャカトブはまらないっていうことはあるとは思うんですけれども、まあ、変に打ちつきしたりだとかそんなことをごちゃごちゃした競馬しなければいいところあるんじゃないかなとは見てますね。にに関しては比較的外に出す意識が高いなんで、 その辺なんかもちょっまあただちょっと基本的には1008ぐらい距離があった方が乗りやすいとは思うんでいかにもなマイルの本当のスピード勝負とかギリギリの勝負になってしまうとちょっと足がたまりきらない可能性がありますんで、まあ、そこは心配なんですがただ人気は全く人気は全くないんですけれどもハマれば本当に勝てる可能性まであると思いますね。アアママイイルルプスアドマイアルプススは ちょっと前走あたりかから気配が落ちてててるんじじゃないかなっていいっう風に感じてますね、まあ、ただダート馬ですんで多少出来が落ちても流れに乗れた場合には自力である程度走る可能性あると思いますしルメール騎手でもありますんで手広くだったら抑えた方がいいかなとは思うんですがまあただそうですね基本的には瞬発力もそこまで抜きんでたものもないですし。 まあいいポジション取ってないい流れに乗れればっていうような程度でいいと思いますね。サンライズノバサンライズノバはちょっと能力が落ちてしまって足がバタバタした動きになっててすっと足が上がらなくなってますのでちょっと基本的には厳しいかなっていうふうに思いますね。エアスピネルエアスピネルはこの前々走はですねデムロ騎手が乗ってたと思うんですが。 外に出せば勝てたかもしれないのにうそういうのすごい多いんですけれどもそれぐらいうちをつくか外に出すかっていうところで違って馬を信じて外回してれば勝ててた内容なのでというのとあとは馬体面もですね大きく落ちたような感じはないので多少の衰えはあるにしてもまあダートだったらそこまで気にする必要はないかなっていうような馬体でもありますんで。 追い切りの気配もなかなか良かったですし全然そうぐらいいいいの出来ままで戻ってればかかなななり面白いんじゃないかなと思いますね。まあ、前走は気配落ちではありましたのでどこまで上がってきてるかということあとはあのマーカンド騎士は本当に直線向くまで足がもまればすごいオイルジョッキーですし、まあ、前世紀のムーンア騎手に近いぐらいの期待度はあるかなっていうふうに思いますんで。 まあちょっとこのエアスピネルっていう馬がたまにムラッケ出して気難しさ出して進んでいかない時があるんでその時になんかあれあれっていうふうになる可能性はあるんですが、まあ、直線向くまでいい感じで中段か中段よりも後ろ辺りで足が溜まって外目の広い,広いところへ出した場合だと一発あるかなとは思いますね。レモンポップ,レモンポップは 1,400m が多分ベストだと思いますけれどもまあ になななって大きくく割引必要ははいいかなっていうや走りではありであますねただ結局はその変にスローからの緩急のある流れとか、まあ、メリハリが効きすぎた展開とかもしくは先行馬がきついような展開になってしまうとさすがにきついかなと思いますんでスピードとセンスで押し切れるようなそういったような流れそしてポジション取りっていうところがうまくいけばっていうような感じなんですよね。まあ、今まではもう 楽勝っていうような感じなんですが今回は結構力が接近した馬が何頭か出てきますんで、まあ、そこですね少しでも展開不利とかスムーズにいかないところがあれば崩れてもおかしくないですし、まあ、ちょっとごちゃごちゃとした競馬したことないんでそういうような競馬した時に気持ちが切れる可能性はなくはないじゃないですね。バスラットレオンバスラットレオンは、まあ、この馬はダートは使っていけば走ると思いますね。 まあただもうちょい距離があって確実に逃げられるとかそういうようなところで早め早めみたいな感じで後続苦しめるとかそういう競馬が理想かなと思いますんで東京のマイルだとまあちょっとその全体的にうまくまとめきれない可能性があると思うんですよね。ですから早めにスッと花切れれば競馬作りやすいのでその形に持ち込めるかっていうところだと思いますね。ビューティー,タガのビューティーは本当に 長いこと活躍しててまあたまに不調はあったんですが基本的にはある程度安定して走ってきたかなと思いますしいいんですがただやっぱりあんまりジョッキーに恵まれなかったことによってですねあのこのままどうしてもずぶさとかを負わせるところがありますしあとは変にポジション取ったりなんかして中途半端なことをしてそれであの持ち味がいきないこともあったりなんかしたんですが。 まあ石橋周記者は比較的その腹くくって後方から追い込むような競馬を最近は考えてるかなと思いますんでその形でどこまではまるかだと思うんですがただまあ前走の方が出来が良くてちょっとやっぱ吸車力が微妙なのかなっていうのは気象的にちょっと嫌々い走ってるような感じがありますし追い切り映像を見てたらちょっと厩務員さんというか調教助手の人がうまくないんですよね。ですから なんか直線でうまく上手に馬が体を使えてないっていうようなそういったような走りになってますんでまあ長それかあのジョッキーに乗ってもらうとかしてでさらにやっぱりあのレースにいてずぶさとかギリギリの勝負ですねその辺ギアが上がりきるということに関しては終えるトップジョッキーを乗せた方がいいかなと思いますんで外国人ジョッキーのマーカーンド騎手とかムーア騎手とか。 レ気ンでもいいんですけどこの辺が乗った場合だとだいぶギアの上がり方とか変わるかなと思いますねただちょっとこれだけ気象的に微妙な感じになってたらどうか、ね、もしかしてら長距離だけで長距離女子の人が上手くないんであんな感じになってただけかもしれないんで当日パドック見てみたらバターいいかもしれないんでその場合だと腹くくった追い込みで注意が必要かなと思いますねデュードバン リュードバーンは、まあ、この馬ももっとはですね追い込むような競馬ができたりだとかじりじりといい足、まあ、ある程度は切れる足も使えるっていうような印象でで前走は逃げ切ったんですがまあ結構ずぶさ出したり気難しいところも出そうになってた中でなんかガンガン大胆に仕掛けていてそれでまあ直線も追い合いで。 しのぎ切ったっていうようよな内容で、まあ、能力を余しながらなんかあの遊びながら押し切った感じに近い内容かなと思いますんで今回前走勝ったことによってまた馬が気配変わってきてますしまあさらにムーアー騎手が乗るということでまだその気象的に当てにならない気難しいところが出て自滅する可能性はあるんですがまあ逃げにこだわらなくていいですし差し追い込みでも。 競馬でででできる可能性ありますすので、まあそのそ形で嫌気さ,さなければというところですねギルデ,デッドミラーはまあそうですねこの馬に関しては前走は前が詰まったりだとかして追い出しが遅れたような感じはあるんですが逆にそれが良かったところもあってこの馬あまりにも早めに広いところに出ちゃったりなんかすると足が続かない可能性があるんですよね。 基本的にはもうちょっと小回りとかの方が合うタイプなんで東京コースだとラスト200ぐらいまで前が詰まって最後伸ばすぐらいの方がベストかなとは思いますねですからやっぱりそうですね早めに外出さなきゃいけなかったりだとかスムーズに行き過ぎた時に三浦功績して最後まで持つかっていうような不安があるんですよね。まあ、外国人ジョーーキとかだったたら持たすんでしょうけれども、まあ、レススセンスが良くて、 バグの中から立ち回れたりだとか器用さがある反面、その辺のそうですね。使いが足の短さというか、使いどころが難しいっていうところはありますね。スマッシングハーツスマッシングハーツはまあ、この馬はもともと能力がある。馬なんですけれども。まあ、ただちょっとズルさがあったりだとか、展開に左右されるような感じがあったんですよね。まあ、ただ東京コースだと。 まあ東京コースでももちろん展開には左右されるんですがまあやっぱり相手なりに走れるタフさがありますので相手が強くなったからといって特に気にする必要はないかなというようなタイプですしまあ今回気配が上がってきている中で鮫島勝馬騎士も若手騎士の中では直線を追うということに関してはオイルジョッキーではありますんでまあはまればっていうようなところはあるんですがただ 他にもいいジョッキーがいたりだとか面白い馬もいたりするところがあるんでちょっと本命まで打てなかったっていうところはまあ他の馬たちと比べて少し下げ気味に後ろから追い込まなきゃいけないっていう展開に左右される部分があるっていうところですね。ブラッッィキ,ッド,ブラッティキッドは未勝利戦走っっててたた時から素質あるまだなと思ってたんですが まあやっぱり水口騎手だと動かせないずぶさとかがあって成績上げられなかったんですがその他に一旦移籍して吉村智弘騎手ですね、まあ、日本トップクラスの地方ナンバーワンジョッキーなんですけれどもまあすごいうまいジョッキーですしあのまあやっぱりレベルの高いジョッキーに厳しくガッと動かされたことによって馬の,その素質が開花したというかまあその貯金がまだあるんである程度。 本気で走ってくれてるかなと思いますねまあ、ただ前走なんかはもう本当に中途半端でもう早め戦闘ぐらいな気持ちで大胆に一気にいっちゃえばよかったんですが中途半端なことしたんで4コーナーの手前のところで置かれちゃってますよねあなたら普通終わりなんですが最後差し返して伸びてきたように能力を余してるということなんですよねまあ、ジョッキーさえ良ければ勝ち負けできたかもしれないっていう中でやっぱりジョッキーの足りなさが出たんですが まただそれでも差し返してきたようにやっぱりまだ吉村智弘騎手貯金みたいなものがありますんで馬はまだ気持ちは切れきってないっていうところがあってまあ左回りも多分問題ない馬でもあり,ありますんでまあいいところで足が溜まって直線勝負ということになればしぶとさ生きるかなと思うんですがまただやっぱり他のジョッキーがレベル高いんでまやっぱりちょっと。 はやぶさなんでくんで君は前走はある程度仕上がりは良かったんですがただこの馬はですねゼロから脚力でスパンと加速するような感じができないあんまり器用じゃないんで4五成前後とか加速する時にスムーズにスッとマイペースで加速できるような感じじゃないと脆いところがあるんですよね。ですから前走の脆さっていうのはそういうような、まあ、ちょっとスムーズに加速できなかった。 一回ブレーキ踏んでしまったっていうところで取り戻す脚力はななかったっていう内容なんですよねで、まあ、今回ちょっとマイルだとこのタイプ気持ちが切れるというかあんまり流れに乗れない可能性があるんでもうちょい距離があって一旦息入れた方がいいんですが、まあ、ただ出来の方は前走よりもいいかもなっていうぐらいの気配ですしまあ福永騎士も乗ったことがあるまでまあいいところで。 流れに乗って早めっていうような感じの競馬ができれば、まあ、能力的には劣らないので面白いんですが、まあ、ただやっぱりそのレースセンスとなだれ込みみたいなそういったような、あのー、やっぱり後半まとめきらないとパンチが足りないようなところもあるっちゃあるのでやっぱり自分の競馬に持ち込めるかっていうところはありますねポジション悪くなったら多少しんどくなる可能性があるかなっていうところもあります。 デュ,ープロセスデュープロセスも、まあ、この馬もある程度底力があってしぶとい足使いますし相手なりに走るタイプなんでここでも普通に通用するかなとは思うんですが、まあ、ただやっぱりそのあんまりポジション取るとですね背足が鈍る感じでもありますしズブ、まあ、さも多少あるタイプでもありますので。 腹くくって下げて直線勝負とかそういうような感じにしないと。この外枠だとちょっと。うまくはまるのかな？っていうのは心配が出てくるんですよね。でまあ、他のジョッキーたちがいい。ジョッキーが多いので、やっぱり少しずつ有利に働くような位置取り、進路取り展開っていうものが噛み合わないと。まあ、なかなかどうなのかな？っていうところがありますんで。で、まあ、能力的にはそんなには劣らないので全然。 あの手広くだったら抑えるべき馬なんですけれどもやっぱりまだキャリアが浅い若手ジョッキーで他のジョッキーたちよりうまくいくのかっていうような不安は付きまとってしまいますねケイデンスコールケイデンスコールはさすがにピークは過ぎたんですがまあ、最近の中では出来はいい方かなっていうのはそういうような状態をキープしてますねで、まあ柴馬ですんでだとかどうかなんですがまあ 使っていけばですね、地方のダートぐらいだったらこなすとは思うんですがここのメンバーでということになると、まあ、決闘的にもどうなのかなというような感じはありますんでまああの走る可能性はあるっちゃあるんですけれども他の馬たちと比べるとかなりギャンブル性が高くなってしまいますし基本厳しいかなとは見てますね。以上で失礼します。